アングラは、ブラジルサンパウロ出身のヘビメタルバンドである。バンド名の由来は、ブラジルのグアラニー神話に登場する日の女神。元バイパーのボーカルアンドレ・マトスとギターのラファエル、ビッテンコートを中心に1991年11月に結成された。1993年に、エンジェルス・クライでデビュー。レコーディングはカイ、海半戦が所有するスタジオで行われた。 ジャーマンメタルの影響が顕著なメロディックスピードメタルにクラシックを融合させたこのアルバムは日本でも発売前から大きな話題を集め最終的にはゴールドディスクを獲得しているなおメンバーとしてクレジットされていたドラムのマルコ・アントネスはテクニック不足を理由としてレコーディング前にプロデューサーによって解雇されているちなみにエンジェルスクライのドラムは現。 ラプソディ・オブ・ファイアのアレックス・ホルツバルトと当時ガンマ、例のドラマーだったトーマス・ナックが叩いている。また、ネバー・アンダースタンドでは、カイハンセンとディルク・シュレヒターがギターを担当している。なお、ラファエルは一部を除き、レコーディングに参加しておらず、ほとんどのギターパートを、キコ一人で弾いている。1994年公認ドラマーとして、リカルド・コンフェス総ーリーが加入。 1996年にホーリーラントをリリース。ブラジルの民族音楽を積極的に取り入れ始めたのはこの作品からである。2年明け、サードアルバムファイヤーワークスをリリース。それまでのクラシカルで荘厳なアングラのイメージとは一線を隠すモダンでヘビの目も持った作風となった。ヘビになった要因として、前2作の音の軽さに批判が集まっていたことも挙げられる。 プロデューサーは、ジューダス、プリーストの作品などを手掛けたことで知られるクリス、タンガリーディス。なお、3作目、ファイヤーワークスのレコーディング時には、アンドレ・マトスは、すでに脱退の意思を表明しており、レコーディングに参加するかも、不透明だった。そのため、エド・ハラスキを呼び寄せ、デモ録音などを行っていた。結局、レコーディングとツアーを行った後にマトスは、脱退。また、 マトス脱退によりアングラの将来に不安を持ったルイス、マリウッティ、リカルド・コンフェスソーリもマトスの後を追って脱退する。お結成。後にシャーマンと改名し、セカンドアルバムをリリースするも、2006年10月13日にファンサイトにてメンバーによりリカルド以外のメンバーの脱退が発表された。現在は新メンバーを迎え、活動を再開している。なお、 バンド名は再びシャマンに改名している。残されたギターのキコトラファエルはバンドの立て直しを図り、ボーカルに以前からマトスの公認候補であったエルを加入させる。また、オーディションにおいて、ベースにフェリペ・アンドレ・オーリ、ドラムにハンガーでの活動で知られるアキレス・プリー・スターを迎え、2001年にリバースをリリース。新生、アングラとして復活を遂げた。 3年後にリリースされたフィフスアルバムテンプル・オブ・シャドウズは初のコンセプトアルバムであり評論家伊藤正則からはドリームシアターのメトロポリスパートにシーンズ・フロム・ア・メモリーやクイーンズ・ライクのオペレーション・マインド・クライムと並ぶほどのコンセプトアルバムの傑作と評されたゲストミュージシャンも多く起用しカイハンセ戦ハンズ・イキアシュ・サビーネ・エデルスバッカー ミルトンなシメントラが参加。2006年に通算6枚目となるアルバム、オーロラ・コンソデゲンスが発表され、国内版はボーナストラック付きで10月25日発売。9月発売予定だった先行シングル、ザ・コース・オブ・ネイチャーは発売中よされ、オフィシャルサイトにて無料配信された。また、10月14日に日本のヘビメタルフェスティバル、 ラウドパーク06への出演も果たした。また2007年には、ブラインドガーディアンとのダブルヘッドライナー公演で、来日ツアーを行っている。2009年初頭、ドラムの秋ですが、アングラに加入する前から活動していた、バンド、ハンガーに専念することを理由に脱退。同年4月1日、前任ドラマーのリカルドが復帰する。2010年、約4年ぶりとなるセブンスアルバム。 アクアをリリース。10月には、ラウドパーク2010に出演した。2012年、エドが脱退。ラプソリー・オブ・ファイアのボーカル、ファビオ・リオーネをゲストボーカルとして迎えて活動を再開する。2013年10月ラウドパーク13に出演。ファビオが正式加入。2014年5月ドラムのリカルドが再び脱退。バンドは公認として、 キコのソロプロジェクトツアーにも参加したブルーノ・バルベルデを迎えた。2015年3月、キコがメガデスの新作のレコーディングに参加することが報じられた。メガデスのスケジュールにより、キコがアングラに参加できない時は、アルバーのギタリストであるマルセロ・バルボーザが代役として参加。2016年9月、ファビオが掛け持ちしていた、ラプソディオブ・ファイアを脱退。 アングラに専念することになった。2018年、キコがメガデスに専念するため正式に脱退し、マルセロが正式メンバーとして加入。戦術にされたように、彼らの音楽は、いわゆるハロウィンから派生したジャーマン系のパワーメタルがベースとなっている。マトス在籍時期は、クラシック音楽的なオーケストラサウンドを大胆に取り入れたスタイルであったが、エド加入以降はさらに、 プログレッシブロック色がより強調されるようになった。また、母国の伝統スタイルを尊重したラテ音楽やジャズの要素など多く取り込むのも彼らの大きな特徴である。これはハロウィンに影響を受けたバンドとは大きく一線を画し、それは彼らの独自のスタイルとしてその後の南米産メロディックパワーメタルに大きな影響を与えることとなった。ありがとうございます。